日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンのカスタードクリームパン、そしてもちもちカスタードブレッドという2種のカスタードクリームを食べたいと思います。クリームパンですね。こちらは何でしょうね、シンプルな印象なんですけど、ちょっと中央に M みたいな三角形みたいなラインが入ってるのが普通。一方でもちもちというのは本当にもちもちしてるのかな、ちょっと気になっちゃいますね、見た目からわからない。というわけでまずはシンプルなカスタードクリームパンから食べていきたいと思いまーす。なるほど。さーて、中身は、あら、カスタードクリームはあんまりない気もしますけど、いただきまーす。カスタード少ないなーと一瞬思っちゃったんですけど、食べ進めてみると、しっかりありましたね。で、一方の、ちょっと調整。で、カスタードブレッドは、どうなんだろうなーこれ。まあ、確かに味は感じるんだけど、なんか惜しい気がする。まずくはないんだけど、一歩追いついてないというか、なんというか、そういう商品になっちゃってるなー。だから、もう一押し、欲しい。そうとしか言いようがないんだよね、これ。味としては。ただ、カスタードの味は、詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。カスタードクリームパンは、カスタードクリーム少ないなぁとパッと見思ったんですけど、食べ進めていくと案外量は入っていました、ね、味はシンプルで、ちょっととろっとした口の中で少し残るカスタードクリームでした。なので口どけよりも味やコクを求める人向けになっています。一方のカスタードブレッドはパン生地自体の食感は美味しいのですが、カスタードはそこまで感じられなくて、あれカスタードどこだろうと探さなければいけないのが残念でした。パン生地自体はこちらの方が美味しいんですが、カスタードクリームはカスタードクリームパンの方が絶対に楽しめる味量が入っていました。なので今回はどちらも、まあ、一長一短かなということで、両双方ともに3点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。